これは一人の写真家の物語だ森山大道あなたはその名を聞いたことがありますか高校の時写真集をみんなで回し読みしたかっけーなんだよこれこんな写真見たことない森山大道 僕が生まれ育った大阪池田出身の大スターらしい僕より55歳年上そうなんだでもグッときたやがて僕は東京に出て役者になった無我夢中で仕事をして高校の時のことなんかとっくに忘れていた 23の時一本の映画に出ることになった映画のポスターの写真を撮るそう言われて僕は新宿に向かった撮影場所は新宿ゴールデン街指定された店に行ってスタンバイしたスチールを担当するカメラマンがやってきた。 照明も三脚も持っていないマジかよこんな小さなコンパクトカメラで撮るのかその人がさっと右手を出してこう言った「よろしく森山です」「心臓が止まった」え嘘だろ 嘘じゃなかった。その人が森山大道だった。森山大道が僕の写真を撮ってくれるんだ。死ぬほど興奮した。見てくれ、これが森山大道が撮った僕の姿だ。 わかりますわかりますよねただの写真じゃない。魔法みたいだ。森山大道。魔法の秘密を知りたくて、一本の映画を作りました。さあ、今から始まる映画は、僕の大好きな、森山大道の 物語だ僕も客席からじっくり見させていただこう。